どうもこんにちは、ライムです。はい、今回はですね、はい、クリスマスウィンターパーティーイベントというところで、こちらのね、ドナルドブーストをゲットしようっていうところが、まあメインのね、クエストになってますけど、こちらをまあやっていこうかなと。で、クエスト自体僕まだ全然クリアしてないんですけど、おそらくそんなにね、まあ面白みがないって言ったらあれですけど、なので基本的にこの動画は多分雑談、僕のひたすら雑談動画になると思います。クエストの方がおまけになるんじゃないかなっていう気がしてるので、まあやりながら本当に僕が、でも一応これあれなのか、ストーリーがあるのか、ストーリーイベントか。これモーグリの店で開かれるウィンターパーティーにウキウキ気分で足を運ぶと、そこには氷漬けになった店内がっていう、まあそんな別にストーリーとはいえ本編に関わるような内容ではないでしょうけど、で大事なのはね、あれなんですよ、ブーストですよね、このドナルドブーストなんだけど、ドナルドブーストなんだけど、これ確かね、あれなんだよね、ドナルドブーストとは書いてあるけど、これマジックブーストなんだよね、要は。マジックメダルが強化されるっていうだけなんだよね、確か。あ、ここには書いてないか、あれどこだっけな、どっかに書いてあったんだよな。まあいいか。まあいいか、とりあえずね、これ結構、名前とかで騙される方いますけど、ドナルドブーストっていう名前だけで、実際はマジックブースト。マジックメダルはすべて 40% 強化されるみたいなので、うん。ちょっと勘違いしないようにってとこですね。はい。とりあえず、早速1番からやっていきましょう。これね、一つクリアした後あるんだけど、うん。これなんだろう。寝ぼけてやったのかな覚えてない。とりあえずこれはやりましょうか。しかも、これ一番上クリアしてないしっていう。まあ条件的には多分デッキ何でもいいと思うんですけど、これどうする、これどうしようか、これ読んでく、どうする。まあいいか、この辺はまあなんとなく雰囲気、ミッションじゃなくてモーグリの店でウィンターパーティー、まあたまに息抜きもいいかって、チリシーこういうあれだよね、基本こういう口調だよね、最近多いような気もするけど。このゲーム自体ね、実際あれなんだよね、本当に、ゆるいというか、ぬるいというか、そんなに正直中身のないイベントが多すぎて。あ、でもこれあれだね、デイブレイクタウンがこんな感じで、なんか雪が降ってるっていうのは初めてか、初めてのやつか。私がいつでもそばにいること。だね、いつも雪降ってるとこって言ったらあれか、ビーストキャッスルのとこか。忘れないで、私がいつでもそばにいること。で、これどうせこっちの下にもいるんでしょ、いない、いねえのかよっていう。で、皆さん、まあこっから完全に雑談入ってくんですけど、どうなんですかね、年末年始今サイバーマンデーとかやってますけど、石の状況どんな感じなんですかね。僕はシオン EX 以来ですね、ほぼまあ本当にガチャっていうね、動画で回してる試しの10連とかですね、あの程度、あとアバターボードとか買ってるぐらいで、あと本当にね、課金はね、集課金だけです、集課金だけでやってるので、まあ今一応ね、なんかなんだかんだで今3万ジュエルあるんですけど、あそこから結構ね、たまり直しましたね、意外と、うん、意外とたまり直してですね、3万ジュエルはあるんですけど、とはいえ今のサイバーマンデー、まあ前回とか前々回あたりの動画でも言ったとは思うんですけど、予知者のね性能があれなので全然回す気は起きないんですけど、はい、2番、アタック回数10回以上でクリアって書いてある。これアタック回数10回以上ってことは、先頭に多分カイリー X とか置いてたら多分行かないよね。あ、そっか。別にリクとか使えばいいんだ。リクとか使えばいいのか。オートで行くと多分ね、失敗すると思う、これ。斬新なウィンターパーティーだね。
あ、ほら、これだよ。これがね、罠。これがね、オートモードのね、オート放置の弊害ですよ。アタック回数10回っていうことは、なぜだ？なぜお前がこれで多分、これで達成ってことだよね、多分。違うのかな？これ倒しちゃったらカウントされないのかな、もしかして。なぜだ？なぜお前がキーブレードを？そういうことじゃないのかな。倒しちゃったらカウントされなかったらちょっとあれだな。どうなんだこれ。大丈夫か。この敵の数的にもう10回は達成してるかこれ。なぜだ？なぜお前がキーブレードを？で、何の話だっけ。あ、ジュエルの話か。年末年始ね、どうせ強いの来るから、正直本当に今回さなくてもっていう気がするし、で、サイバーマンデー何日だっけ ?21 日までだっけ。で、日替わりではないけど来てるから、クリスマスもね、多分、クリスマスあたりにも多分強いメダル普通に来ると思うんで、クリスマス、それから年末に、大晦日に1枚と、あと年始に1枚ね、のペースで多分 EX 普通に来ると思うので、この流れでいくと。うん、今週はね、新限定はそういえばなかったけど、やっぱサイバーマンデーがあったからね。っていうこともあるんでしょうけど。こいつあれだよね。こいつかたくなにやっぱりもうキャラ作りすごいよね。君もいたんだクポってこいつ。絶対語尾にクポつけるよね。こいつはね、キャラ設定すごくね、徹底してていいと思う。調べてみようクポって本物のモーグリを前にしてしっかり言うところもねやっぱすごいなと思う。アタック回数100回以下でクリア。これはカイリー X 使えば多分いけるね。ということだよね多分。今度は1回攻撃、単発攻撃のメダルでいけば多分達成。でね、このゲーム全然関係ない話とかも しちゃおうかなと思って、しちゃおうかなっていうか、うん、するんだけど、動物の森ってあったじゃないですか。動物の森。ね、僕いろんな、このゲーム以外にもいろんなグループというか、ゲームのグループに所属していてですね、まあ、やっぱり話をね、いろんな人に聞いてみると、どうやらやっぱりね、動物の森ね、初期、最初に、配信された時、初期からやってた人は、僕はね、もう1ヶ月後には7割程度の人がもうやめてるっていう、やめてるかほぼやってない、ログイン勢ぐらいにまでなってるんじゃないかなっていう予想をしてたんですよ。してたらやっぱり案の定だよね。案の定ね、さっき聞いてみたらね、ログイン、もうやってないやとか、ログインすらしてないやとか、ログインだけだよとか、たまーに釣りしてるよみたいな人もいたので、やっぱねそうだよねと思った。動物の森は別に動物の森自体をそのディスってるとかっていうわけではないんですけど、僕はそもそもインストールすらしてないんですけど、もうなんていうのかな、ゲーム性というかゲームシステムをちょっとね、配信する前にチラ見した感じ程度でもうね、あ、このゲームはこう長く続かないだろうなっていう印象をやっぱり受けたよね。やっぱり家庭用ゲームとしてあんだけ人気でも、実際スマホゲーになるとまた話は別だよねっていうところもあるよね。うん、まあこのゲームもしっかりですけど、このゲームもともとね、家庭用ゲームだったりとかしますからね。まあそれと全然ね、システムが全く違うっていうところはあるんだけど、物盛りはだいたいあれなのかな、踏襲はしてるのかな、一応システム自体は。から逆にそっちと比べてどうかっていう風に見られちゃうけど、こっちはもう全然、キングダムハーツに関しては全然もうシステム全然違うもんね。比べようがないけど、ただ名前を借りた別ゲーっていう感じがしちゃうね、こっちに関しては。
名前とかキャラだけ借りている、完全に別ゲーだからね。いや、ここでドナルドブーストが出てくるのか。もしかしてこのデッキで全部いけちゃう系ってところで、やっぱりぶつ盛りね。やっぱりそうだよね。でスタミナないゲームなので、よっぽどねコンテンツとかが充実してないと、あのやってる側も多分飽きちゃうんだろうなっていう。で、僕、実際に僕、あの、やったこと一度もないので、偉そうなことは全然言えないんだけど、あれ？っていうか、あれ？こっち何もないんだ。なんか敵ハートレス1体ぐらいいんのかと思ったら。ね、豊富なコンテンツで飽きさせない仕組みだったらもうちょっと伸びたのかもしれませんけど、スタミナなしゲーはちょっとね、スマホだと逆にあのやりやすいからね、結構いっぱいやっちゃうっていう人もね、いるんだよね、やっぱり。家庭用ゲームより、スマホゲーの方がやるっていう人、今の時代なら多分そっちの方が多いと思うんで、それ考えるとなかなかだよね。スタミナないゲームで人気って言ったらあれかな、有名なのは白猫とかかな。やっぱり白猫はね、僕もちょっとだけやったんですけど、あれちょっと本当に膨大な時間ないとちょっと厳しいかなと思って、要は周回要素が多いんですよね。周回要素が多い、本当スタミナないゲームだと周回要素多くて、で白猫の場合はね、次々とね新しいイベントが来るので、ちょっとね、時間的に厳しいかなと思って、やめちゃいましたけど、ってとこだよね。スタミナないゲームの運営としての正しさ、やっぱりね、飽きさせないためにも、どんどん次へとイベント、ユーザー離れを防ぐためにイベントを追加していくみたいなね、この気持ちがないと、多分ね、ユーザーは離れていくんじゃないかなっていう。気がする。してしまう。まあそれはこのゲームにはもちろん言えるんだけど、このゲームね、今ギルドキャンペーンとか来年までやってるので、ほぼ1ヶ月以上もで AP もゼロだから、スタミナないゲーム状態なんですよ。このゲームスタミナないゲーム状態なので、いかにこのゲームもイベントとか、いろんな新しいコンテンツとかでユーザー離れを防ぐのかなと思ってるんですけど、アビリティ使用回数5回以上でクリア、くそー、クリアできてねえ、喋ってたら全然あれだったわ、チャレンジ見てなかったわ。まあいいでしょう、後でこの動画終わったら多分やると思います。次がね、アタック回数15回以上でクリア。これも多分、アタック回数15回以上だから、多分、攻撃回数って意味だよね、多分。ね、多分いっぱい使ってる気がするけど。このゲームね、そう。今日、そういえばそうだ。半分愚痴みたいなツイートをしようと思ってたんですけど、やっぱり僕いろんなゲームをやっててですね、あれどっちだこれ、どこ行くんだ、左か。凍ってたもんね。左だよね、これ。こっちだ。やっぱ僕いろんなゲームいきなりボスなんだ。いろんなゲームをやっててですね、おっと、くそー。いや、今のはないわ。しかも、話そうとしてる全然話が進まないっていう。いや。しかも、ワンタンフィニッシュになってなかったじゃん。何？今のはちょっと悔しいからやり直すわ。ちょっとあれだな、新しいイベントとかオート禁止にした方がいいな。オートに甘えんのは逆にあれだな。急がば回れってやつだな。え？何今の？これもしかして下、こっちにいんのか敵が。いねっていうか、いけねえ、凍ってる。え？どこ？あ、いた！こんなとこにいっぱい飛行機いるじゃん。で、これアタック回数だから、
多分これでいいんだよね。これでいいんじゃねえ、これでいいんじゃないかな。これで、で、ワンターンフィニッシュも考えるなら、最後、ここで、パートナーで倒すと。あ、全然倒せねえ。全然倒せねえじゃん。全然倒せねえ。全然倒せねえ。忘れないで、私がいつでもそばにいること。いや、なんだ、すごいグダグダだな。グダグダ感半端ないぞ。いや、いいね。たまにはね、こういう、攻略動画じゃない、このおちゃらけ動画もまあ悪くないな、これ。まあ、これ逆にどこに需要があるんだよって気がしちゃうけど。これならね、もうアタック回数15回は、あ、耐えた、65で耐えた。マジかよ。HP65 で耐えましたよ。私はいつでもそばにいること。これでアタック回数15回はクリアだろう。念のため。忘れないで。あ、あれ死なない。そばにいること。なぜだ。なぜお前がキープ。なんだ地味に硬いレベル250のくせに。これでワンターンフィニッシュ以外は多分達成してるはず。まあ、歯抜け？歯抜けのやつはね、後でやってきます。あ、待てよ。待てよ。これもしかして一番大事なドナルドブースト取れてねえんじゃねえ？ドナルドブースト取れてねえんじゃねえ？さっきのどれだっけ？あ、取れてんのか。これは取れてんだ。よかったよかった。はい、次がドナルドブースト。500以上のルクス、ワンタンフィニッシュ。これは余裕だね。これは余裕でしょ。まあ本当にね、欲しいのはドナルドブーストだけなので、うん、スキップチケットは正直ね、余ってるからね。いつもレイドでは投げてるけど、いやーとりあえずこれやっぱマップ隅々まで行った方がいいわ。とりあえず初見はないね。怖い怖い、このゲームすぐね、すぐ後ろだったり上だったりいたりするからね。忘れないで、私がいつでもそばにいること。それで何の話だっけ。話が進まねえし、途中でトラブルはアクシデント起こるしで、全然話がね、雑談するって言っても全然雑談に進まないっていう。ああ、そうまたね、同じ話の繰り返しになるかもしれないんだけど、僕ね、いろんなゲームやってるんですよ。モンストだったりとか、ファイナルファンタジーレコードキーパーだったりとか、パズドラだったりとか、まあその他もろもろいろんな、あとリネレボか、リネレボも最近やってたりしますけど、いろんなのやってる、やってて、まあいろんな運営も見てきてるわけですよ。はい。でその中でね、やっぱりイベントというか、やっぱりうまい運営、パズドラとかモンストやっぱうまいな、売れるだけのことはあるなっていうのは、やっぱ盛りイベントとかの、ね、盛り上げ方がやっぱり違うんですよね。他のゲームと。パズドラとかは、まあ、パズドラも最近まあ、一時期問題があって、生放送とかやらなくなっちゃったけど、まあ、イベントではあるのかな。確か。ガンフェスとかもやってますからね。ガンホーフェスティバルではパズドラが一番メインでやってたりとか。で、昔だったら公式の生放送とかもあったりで、まあ、いいと。で、モンストに関しても、生放送とかやってるし、で、広報もね、結構、ま、モンストに関しては結構、ぐいぐい前に出てくるタイプの広報で、まあ、それもあってね、今、YouTube とかがね、まあ、僕も一応 YouTube でアップしてるんで、まあ、同じ、同業者といえば同業者なんですけど、僕は全然規模があれですけどね、僕は土底辺ですけど、まあ、そうなんですよ。で次はアビリティ使用回数15回か。これもいけるね。なんですけど、やっぱりね、で、今、こうやって、今、これもまあ、一応、クリスマスイベント、クリスマスパーティーでとか、ハードレスはこんなクリスマス仕様にとかしてるのはわかるんですけど、やっぱ他の運営だとね、もっともう、すでに年末年始に向けて、12月に入った段階からですね、年末年始に向けて、かなり、さまざまなイベント、を事前に告知しておいて、ユーザーの期待を膨らませるみたいな
ワクワクさせるような告知とか、開催予定のね、開催してもうすでに開催しているところはありますけど、開催してたりとかするんですよ。で一方でこのユニクロを見るとどうかっていうと、運営も全然平常運転、運営がまず平常運転だし、でユニクロねツイッターの告知がね本当になんていうか機械的というか、本当にいつも通りのいつも通りの時間にいつも通りの内容しか投下しないっていうところで、うん、なんていうか正直ワクワクしないんだよね、この運営方法に。サプライズとかも特にないし、サプライズとかもなんていうのかな、もう本当に木曜の8時にガチャのお知らせが来るみたいな、ここの運営といったらそれぐらいなんだよね本当に、うん、で来週の月曜からのイベントをたまに日曜とか土曜日ぐらい、土曜日の夜あたりにちょっと告知みたいなぐらいで、なんだろうね、ないよね。であとね、あれもないね、他のゲームではよくある何百万ダウンロード記念イベントみたいな、まあ多分やらないのは多分全然売れてないからだろうけど多分正直売れてないのはあるんだろうけどさ、なんかそういう何かしらにつけてやるみたいなね、昔のパズドラとかすごかったもんね、本当に毎週というかイベントを開催するための口実を何かしら見つけてきて開催するみたいなぐらいの貪欲さみたいのがないんだよね。なんかまあゲームシステムの違いももちろんあるんだけど、もうちょっとね、今これ実質スタミナないゲームになってるから、もうちょっとこうね、長く遊べるコンテンツっていうかさ、あってもいいんじゃないかなって思う。っていうかチャレンジ内容見てなかったな、いけるなこれ、一撃で1万以上ハイリエックスで余裕って思うんですよ。僕も2年以上なんだかんだでやってますけど、やっぱり始めた当初からね、そんなに結局ね変わってないもんね。コロシアムも本当まあ最初の方からあったとは思うんで、初めてあれだもんね、ヘラクレスのオリンポスか、オリンポスコロシアムが出てきたところあたりだから、このゲーム開始して2ヶ月目ぐらいかな、多分2ヶ月とかその面ぐらいでもうオリンポス出てたと思うんで、でコロシアムもね今エンドコンテンツって感じですけど、その頃からずっと変わってないわけだからね、コロシアムの基本的な仕様も。でレイドに関してもその、まあレイドに関してもね、まあ今月間レイドとか出てますけど、結局やること自体は本当に最初から変わってないのでっていうところもあるし、なんていうのかな、もうちょっとなんか別のコンテンツ欲しいなとは思うんですけど、長くできるね、うん、コンテンツが、まあ、そうだね、その辺に関してはやっぱりね売れるだけのことはあって、パズドラとかモンストは結構見習うべきところは多いんじゃないかなと思う。何これ、アイスフィスト新キャラ、新ハートレス、全部2ターン以内でクリアだって。こいつか、こいつが元凶なのか。同じこと言ってるクポ、一緒にやっつけるクポ。アイスフィストを倒せ。まあ余裕でしょ。あ、防御過程、防御5段階アップだって。いつでもそばにいること。まあカイリー X の敵ではないと思うけど、いつでもそばにいること。忘れないで、私がいつでもそばにいること。なぜだ、一撃ではないけど、アタッカー攻撃メダル1枚で終わってしまった。またつまらぬものを切ってしまった。あ、レベル450だもんな。
今ね、コロシアムレベル3000とかいっちゃう、いけるからね。まあ本当このゲームはね、とりあえずインフレしかしてない、インフレすることしかしてないっていうか。メインクエストとね、コロシアムのね、上の方のね、この温度差ね、温度差がすごいんだよね。ルクスとかさ、レベルの次までの経験値とかもちょっと頭おかしいしね、桁おかしいし。え？機械が原因なの？今のハートレス何だったの？何このしょうもね、しょうもな、これが原因？助けてやったね、うるさいクポって。ひでえな。ああ、一応ハートレスも関係あったのか、これ。いや、ストーリーイベントとはいえね、これ、このイベント喜んでる人いるのかな？基本的にもうなんかこいつら、この4人ってあれだよね。サブキャラクターとしてなんか定着してきたよね。名もなきキーブレード使いたちだけど、そろそろ名前つけてあげてもいいんじゃないかな、このモブたちに。これあれじゃん、王道のパターンじゃん。でまた凍るみたいな。あ、てか今ので終わりなんだ。え、あれクエスト10個ある、あ、そういうことか。なんだかんだもう10個やってたんだね。はい、というところで、もっと雑談長引くの、あ、もうなんだかんだ30分も喋ってんのか。あれ、なんかそんなにもっと喋りたいことあったんだけど。あれ、おかしいな、もう30分経ってる。溜まってんだな、僕喋りたいことが、鬱憤が。まあいいか、とりあえずもう今30分になっちゃったのでここまでで終わりたいと思いますけど、次の動画はもしかしたら雑談動画になるかもしれないし、わかりません。でももしかしたら本当に気が向いたらキャスとかやるかもしれないですね。なんか適当にコロシアムとかでもやりながらひたすらただ雑談するみたいなね、やつも いつかやってみたいなと思っていて、うん、ちょっとキャスもね、本当に生配信にちょっと興味があって、まあちょっと一番怖いのは、人が集まるかどうか、誰が来んだよっていう、誰も来なかったら最悪じゃん、恥ずかしぬじゃん、誰も来なかったかと思うと、来なかったこと、ん？日本語おかしくなっちゃったな。誰も来なかったらどうしようっていう恐怖に襲われて、なかなかね、生配信にはね、手は出せないでいるんですけど、まあちょっとそういう試みも新たに始めてみたら、まあ面白いんじゃないかなとは思ってはいるんですけどね。はい、ってところですかね。とりあえず結局何が言いたいかよくわかんない動画になっちゃいましたけど、まあとりあえずこれ、ドナルドブーストがドナルドだけではなく、マジックブースト、マジックメダルすべてにかかるブーストだということを皆さんよくよくね、覚えておいてください。これブースト見ればわかるかな。うん、ほら、これですよ。ドナルドブーストプラス 25% の下見てくださいね。M 属性アビリティの威力プラス 25%。これ。これだから。これですので、要はゼアノートとかね、ゼアノートとか使わせたいというか、ゼアノート強いアピールしてるんですよね、運営が。僕はね、シオン EX も、ゼアノート EX も持ってないので、正直全然、ほぼ恩恵ないと言ってもいい、あ、トリトン王か。この間トリトン王があるけど、うん、そうだね。次の動画、多分トリトン王の覚醒動画になるかな。覚醒チャレンジ動画になりそうかな、今のところ。はい。って感じです。話がいろんなところに行っちゃいましたけど、とりあえず、
はい、今回のはここまでで終わりたいと思います。本当これ誰得動画だ。それではご視聴ありがとうございました。